さあ、うん、ではこのまままず初めに皆様から一言ずつご挨拶と、はい、いよいよ配信を迎える今のお気持ちをお聞かせください。まずは大泉さんからお願いいたします。あ、大泉でございます。登場する前にですね、段取りを相当細かく我々打ち合わせいたしまして、ゆっくり出てくださいと、で真ん中でポーズを取ってくださいというんですね、3秒ほどお願いしますと、出ましたらですね、手を振っているカメラがありますので、そのカメラに向かってお願いしますと、はい、私はここ出たことありませんが、はい、パッと出ましたけどね、はい、無数のカメラですよ。すごいんですよ。わかりました。この中で手をどのカメラに我々ポーズ取るか。あれだけ打ち合わせしたのにネットフリックス、それだけ、そこら辺でね3人ぐらい手振ってるから、うん、全く分からないどのカメラか。そこまでは打ち合わせできなかったですもんね。そうですね、どこにこんなにあるって言ってたネットフリックス。何台あると思ってんの今ここ。その中で一番なんか地味な客席にあるカメラですよ。で手の振り方も甘い君。ここだよって、ね、分かるかそんなもん。お前書いといてくれないと分からない。一人でポーズ取ってどこよこれと思ってましたよ。分かった。ちゃんと抜いてましたからね、大丈夫ですよね、うんうん、大丈夫大丈夫、取れてはいました、取れてはいましたよ、はい、大丈夫ですよ。イラーっとしました。いやいや、ちゃんと取れてはいました、まあれだけ打ち合わせしても一つも分からないと思って。ここの打ち合わせはねちょっと甘かったですけどもね、そうそう、でも完璧でしたよ。ちゃんとみんな頑張ってんだからやめようよ。そうそう、だからいい人、みんな頑張って、いい人になるなって、そこでないよ。これを落として自分あげんなって。ありがとうございました本当に。顔の表情おかしかったよ君と。一番意味わかんなかったですか、あの全く顔の表情。うん、本当に今日はね、足元の悪い中お集まりいただきましてありがとうございます。本当に素晴らしい作品でございますので、はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。よろしくお願いいたします。続いて柳楽さんお願いいたします。本日はありがとうございます。ビートたけし役を演じさせていただきました柳楽優弥です。撮影ぶりに今日ここに立てて、うん、なんかすごい、はい、ようやくここに笑顔で立つことができたなって思います。です、ね、本当に、はい、本当素晴らしい作品なので皆さん楽しみにしていてください。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、うん、門脇さんお願いいたします。はい、こんばんは、門脇麦です。常に静かな熱気が充満している現場で、ああ映画撮ってるなっていう、こうとても幸福な気持ちで日々撮影臨んでいました。あさってから配信ということで私も何度も見たいと思います。皆さん楽しみにしていてください。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、そしてオープニングにもご出演いただきました、はい、ナイツの土屋さんお願いいたします。はい、改めまして漫才ナイツの土屋です。この度、ネットフリックス映画浅草キッドで、2ビートの清志役を、演じました。出てます。ちょっと眼鏡を外して出てるんですね、清志役なので、うん、はい、だ予告編にも何回も映ってるんですけども、うん、それをご覧になった方が本当に出てるのっていうふうに、みんなですね、なかなかちょっと認識してもらえないんで、今日は出てるよっていうことだけを言いに来ました。はい、でもイカゲームにもね、サウの役で出てました。イカゲームのメガネの人じゃないです。あ、違うんです、はい、それ言ったらうちなんてもうイカゲーム主人公出てますから、はい、主人公僕イカゲーム2人とも似てる人2人出てる。最後の戦った2人じゃないすごいメンバーですよ。だから本当だ、はい、絶対ヒットしますね。じゃあね、うん、やりましたねこれは。やりましたね、そういえばそうだ、イカゲームの人が2人も出てるって、まあ、それはネットのニュースになっちゃいますから、ね、ありがたい、はい、本当に出てないんですよ。嘘でね、嘘でニュースになっちゃいます、今日のイベントも最終的に2人が殺し合いするってください。賞金をかけてバトルロワイヤルみたいになって第6ステージやらないでしょここで第6ゲームということで、はい、出てますんで、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。そして鈴木保奈美さんお願いいたします。こんばんは、鈴木保奈美です。今年の頭に、撮影していたのが、まあ、つい最近のことのような気がしますけれども、うん、でもそれと同時に、あ、ようやく私たちも見られる、見ていただけるんだというのがもう楽しみで仕方ないです。うん、今もう非常に緊張していまして、柳楽くんがコマネチやるって言っていて、うんうん、で麦ちゃんが私もやる、で麦ちゃんがやったら私もやるって言ってたのに麦ちゃんがズルしたのであれ裏切ったのやばかったですよね。裏切ったのでもう舞台袖で麦ちゃんやらないんだとどうしようと思って、もうなんかもう
なんでコマネチを途中でやめたんですか。キワキワまで迷ったんですけど、うん、さっきあのマネージャーさんに、うん、私こうやってキュンってやるねって言ったら、うん、それやめてって言われたので、うん、これもダメで、うん、コマネチはちょっとハードルが高いかなと思ってちょっとひよっちゃいました。ひよっちゃった。やればよかった。まあ、やんなくて正解だと思いますよ。コナミさんも、はい、そうですか、うん、あのおかげでまだあのちょっと心臓が落ち着きそうですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。それでは最後に劇団ひとり監督、はい、お願いいたします。はい、もう本当に何年も温めていた企画で、まあ、ずいぶん前に撮り終わって完成もしててまだまだ先かなと思ってたらもう明後日っていうので、はい、うん、すごくなんかまだ実感湧かないんですけど、それをこうこの東洋館で報告できるっていうのは、うん、なんか感慨深いなというふうに思いますし、なんかこのメンバーがねこうやって並ぶのもすごく嬉しいんですよ。あんまりこの本編の中でもこうやって勢ぞろいすることはそうですねほとんどなかったんでね、うん、だしなんかここの連日なんかやっぱ大泉さんとかよく取材で会うんですけど、門脇さんとか穂奈美さんはもうあれの撮影以来会ってないんですごく嬉しいっていうか、もう大泉さんとはもう飽き飽きしてるんですよね。ずっと一緒だから、うん、だから長い付き合いですもんね。一昨日も一緒にいたんです。一昨日も一緒にいたんです。はい、だからもう話すことなくて困ってるんです。いやいや、いっぱいいるから話すことがあるんですか。はい、だから今日はだから特に穂波さんと門脇さんにいろいろお話聞きたいです。あら、はい、ちょっと大変で喋る量が多くなってしまいますけど、門脇さんお願いしますよね。お願いします。この後たっぷりお話伺ってまいります、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございました。さてここでメディアの皆様にお願いがございます、うん、ここからはフラッシュを使用しての撮影はご遠慮いただきますようご協力お願いいたします。ではキャストの皆様どうぞ後ろの席におかけください。はいはい、ここからたっぷりと話を伺ってまいります、はい、我々も失礼いたします。さあここからはですね、うん、いろいろとお話を伺いますが、はい、この映画の舞台であります演芸場らしく今回はトークにお題を設けさせていただきますので、うん、そのめくりを使ったお題に沿ってお話を伺ってまいりたいと思います、うん、はい、そして今回は花輪さんのこのお手元に大入りボタンをご用意しております、はい、ちょっと押していただけますか。ここ押しますね。大入り、こういう声、ね、ここで FM の声をね長野県の上田まで行ってね撮りましたんで上田まで行って撮ったのこの声。そうですね、からの声で、はい、ここだと思うときにこの大入りボタンを押して、はい、一緒に盛り上げていただければと思います、はいはい、さらにですねこの会場の雰囲気、うん、臨場感を視聴者の皆様にお伝えするために、うん、コメントが盛り上がっているときはオーディエンスリアクションというのも演出されますので、うん、この会場の盛り上がりも一緒に配信の皆さんも楽しんでいただきたいと思います。こちらですね。あら、うん、はい、じゃあこれと大入りが重なると大入り。あー、はい、すごいですね。すごいですよね。これが生配信されますので、どうぞ皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。花輪でもなんか浅草キッド俺は関係ないのになんで司会やんなきゃいけないんだってこの前言ってましたけど、ずっと愚痴言ってましたよ。全くその通りですね。いや否定しろよ。1ミリも出てないんですから俺。しかも最後のエンドロールにナイツっていう文字出さないんですよ。このこれだけ浅草に貢献してこのざまですよ。本当にすいませんね。最後だけ無理やり漫才やってくれって言われてそこだけナイツ使うんかいと思いましたけどね。イベントだから前向きにお願いしますよ。これだ、名前が出ないとか、はい、なんかその俺の扱いが悪いとかっていうの、はい、大体その師匠たちの喧嘩の原因なんですよ。第二のお盆こぼんですよ。第二のお盆こぼんはお願いしますよ。本当にこれをきっかけにナイツかもしれない、はい、ありがとうございます。存在感発揮していただけたと思います、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、ではここから早速お題に沿ってトークを進めてまいります、はいはい、まずはこちらのお題です。絆、はい、ということで、うん、本作を通して絆を感じられたエピソードをお伺いしたいと思います。はい、ありました。花輪さん、こちらはどなたにお伺いしますか。じゃあまずはあの大泉さんですかね。お願いします。はい、お願いします。はい、この本作を通して、そうですね。本作を通して撮影でもいいですし、うんうんうん、ストーリーでも、はい。そうですね。まああのまあ、私はその劇団ひとりさんと、今回2作目でございまして、もう7年ぐらい経つんでしょうか、その青天の霹靂という、ね、作品をご一緒させていただいて、そしてまた今回も、ね、まあ、この重要な役で呼んでいただきまして、私自身も大変監督との絆というものをこう深く感じております。ありがとうございます。で、撮影中も、大変人見知りな方ですから、こう見えましても、まあ、こう客前に出た時にはね大変こうどけてくれますけども、なかなかこう友達も多くいるわけでもない方で、うん、そうでもないんですけどね。撮影いないわけではないです。友達あまりいない。撮影現場でも相当
いないんです、友達が。じゃあ大泉さんがいなかったら喋れる人がいなくない。いないです、いないです、うん、基本いないです。それは否定しないですけど。だから僕がいる時だけはちょっと楽しそうなんです。そう、あ、でそういうことを言う人じゃないんだけども、うん、その僕のクランクアップ、はい、割とこの作品の中で早めだったんですよ、はい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 、この後まだ1ヶ月で撮影が残ってる感じだったんで、こう監督がいや大泉さん寂しいっすよこうおっしゃって、うん、こう珍しいなと、うんうんうん、まあ、確かにそうなんで、僕いなくなったら本当に喋る人いないんで、なんか寂しそうなんですよね、うんうん、で僕はすごくその監督との絆を感じてたんですけども、うんうん、まあ、今回いろんなこうキャンペーンをしていくにあたって、まあ、やっぱそのこの作品のまあ愛情も彼あるんでしょうけども、うんうん、その深見千三郎という人、はいはい、そしてこう映画のこう宣伝をするにつけて深見さんってどんな方だったんですかみたいなことを言うときに、まあ、たけしさんから聞いてるのはとにかくもう全部逆を言う、なんかこう喜んでたら怒るし、なんかこう悲しい時にはおどけるし、そういうとこがかっこいいんですよねって言って、こうあまりにも深見さんがかっこいいなと思うがゆえに全部逆やるようになって、それがちょっともうめんどくさい人になってて、本人もそうなっちゃってる。そうだから、さっきなんかもだからもう大泉さんとはね、うんうん、もうずっと一緒にやってて、もう話すこともないんでとかって言って、それも全部逆で、そうなんだ、深見さんに憧れてこれをやるんですよ。なんなんですかそれ。それがなんていうのか、ちょっとやりすぎてて、もうだって この間もまさに札幌で飯食ってたんですよ、うん、はい、で飯食ってたらなんか突然もう帰ってくれよとかって言い出して、いつまでいいんだよあんたとか、なんかもう訳が分からないですよ突然、うん、でしまいには全部ね、うん、逆言うんすよとか、なんかそれも全部明かすからかっこよくもないし、もう逆か表か自分で分かんなくなっちゃってた。ただただなんか変な人にしかなってないんですよ。そうですよね、逆の逆で、俺今感情どうなってんだっけって自分で分かんなくなるんですよね。ひとりさん別に深見さんの役じゃないわけですから。でもかっこいいから、やっぱあの逆が。あ、なるほどなるほど。そうそうそう、それはたけしさんすごい言ってたから、深見氏はそういう人だ、うん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 、でもそれを全部やった後に、うん、その種明かしも全部話すからかっこよくないんですよね。ややこしい。そこで言わなければね、そういいのに言っちゃうから難しいんだよな。嘘つき村はどっちですかみたいな状態になってややこしいんです。深見さんに憧れておかしな人になってるよって話は最近も、うん、本心はでも大好きで。大好きだよ大好き嫌いだね嫌いだねじゃない、絆を感じて、まあ、大好きだという。そういう絆がね。そう、うん、でもね、札幌行くからね、はい、せっかくだからなんかうまいもん食べさせてくださいよっつって、北海道ね、そうメール送ったら、うん、分かりました、こんな店押さえましたっつったら、うん、札幌のバーミヤンだったんだいやいや、いい店ですけど、ね、いや美味しそうです、美味しそう、美味しそう、素材とか違いそうじゃないですか、なんか札幌ならではの店行きたいでしょちょっと花さん、大入りボタン、あ、ごめんなさい、大入りボタン全然押してないじゃないですか、大入りボタン本当に忘れてました。思いっきり言われて押してるじゃないですか本当だ、忘れてました。ちょっとこんな感じで、ね、ありがとうございます。どんどん進めてまいりたい。すいませんね、忘れてました。ちなみに撮った店はバーミヤンじゃないんですよ。でも本当は実際はね、実際はバーミヤンじゃないんかい。バーミヤンじゃなくなったの。最初はだからバーミヤン出すとかやめろっつって、やめろって言ってるんです。バーミヤンもね、とっても素晴らしいお店です。今回は違う店を撮ったんです。難しいよ。このまま1時間ぐらいにお話、ね、ちょっと長くなっちゃいますんでね続いてのじゃあ、はい、女性のお題はこちらです。けどもね、ということで、深見師匠の口癖でありますこのバカ野郎、これはねすごいですけども、照れ隠しとか挨拶代わりとか、うん、激励などさまざまな意味が込められたこのバカ野郎ですけれども、はい、本作を通したバカ野郎のエピソード、こちらを伺っていきたいと思います。これはやっぱり武志役を演じた柳楽さんがね、そうですね、いいんじゃないかなと思うんですけども、はいはい、まあ、今回特殊メイクがそうですよ、すごかったですね、あったんですけど、はい、その撮影入る1週間ぐらい前まで、その若い時も特殊メイクで全編行く。そっか、ね、本編では若い時はしてなかったですよね。そうそうそう、うんうん、予定あったんです。そうなんですか。まあ、特殊メイクってやっぱり 4,5 時間準備にかかる。そうですよね、うんうん、バカ野郎どういうことですか特殊メイクいやもうだから監督に言ってんでしょ、すごい結構でも入ってますよ、大入り。いやいや勝手にやめてくださいよ
いやだって受けてんだから今拍手はね特殊メイク、うん、特殊メイクをしなくてよかったってことですよ、うん、大変だったんですね、大変だからってこと、役も全部特殊メイクをしようとしてたらやっぱその監督に対してやっぱバカ野郎と言ったんじゃない、でもやんなかったわけでしょ、そうなんかやってて4時間かかったバカ野郎だったら分かるんですけど、うん、やんなかったバカ野郎はちょっとさすがに俺も押せないですよ、うん、ちょっとちょっと、うちの主演にダメ出しするのやめてもらっていいですか、厳しいな厳しいバカ野郎ですよね、確かにね言われてみればバカ野郎だ、その1週間前までバカ野郎だったんですけど、1週間前バカ野郎としたこと自体がこうやっぱバカ野郎じゃないかってことですね、なるほどね、それをやろうと、いやいやだって、おだってね、現代のたけしさん特殊メイクで出てるわけだからめちゃくちゃ似てました、若い頃も全部特殊メイクっていよいよヤギラじゃなくていいじゃない、誰がやったっていいんだ、誰がやったっていいんだもん、あそれはさすがにバカ野郎だ、そうそれを、ね、ギリギリまで悩んでたんだよね、ありがとうございます、最後はやめたんですか、絶対ダメですよ、ね、若い頃のタケさんあんまり似てくんなかったんですよ実は、やったけど似てなかったんですか、そう年老いてからはやっぱちょっとシワがあるんで作りやすいんですよ、若い頃ってやっぱつるっとしてるからちょっと似てなくって、あとね清志さんも実は、はい、僕もやろうとしたんですね、やったみたいですね、テストやったんですよ、はい、本当になんか土屋くんがただ太って出てきただけだちょっとこう下膨れの土屋になっちゃって、そう全然似てなくて、ただでさえわけわかんないね、わかんないやつがさらにやっちゃったら余計わかんないですよなんかもうあるらしいですね、目元とか骨格とか、そうなんだ、絶対やっても似ない人がいるらしいんですよ、なんかね似そうでしょ、似そうなんかわかりますか、やったら似そうなのに特殊メイクチームに言わせると、うん、一番遠い顔らしいらしいんですよ、俺何にでもなれる顔って普段言われるんですよ、そう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 ね、この間もそのなんかドラマ、あの羽生さんに、将棋の羽生さんにノーメイクでできたのに、よりによって清志師匠は特殊メイクしても似なかったんですよ、ね、そっかそっか、そのせいで亡くなったのかもしれないです、ちょっとそれ、うん、ただ最後の頃ね、本当の年取った時のたけしさんの顔はもうそっくりですから、めちゃくちゃ似てました、本当すごいクリエイターさんなんですね、すごい、そう、それもぜひね、注目していただきたいなと、うん、はい、ご覧ください、お願いします、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、さあ続いてのお題に参りましょう、こちらです、ショーということですが、はいはいはい、こちらはエピソードもそうなんですけれども、うん、改めて考えるショーについてお伺いしたいと思います、はい、やはりこれはもう見事な、ね、はい、歌とダンスを披露した門脇麦さんにお話を伺いたいなと思うんですけどもね、お願いします、お願いします、はい、私でもこの浅草キッドの時代の歌だったり音楽だったり映画だったり文化がすごく好きで、私はその時代生きてないんですけど、なので歌わせていただいた歌もすごく子供の頃から馴染みがある歌だったので、うん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 、とっても嬉しかったですね。あ、なるほどね、はい、まさにでも撮影の時に柳楽くんがと、うん、こう漫才する姿を私はその辺で見てるシーンがあったんですけど、まあショーとはっていう話で言うと、うんうん、まあ、私たちは普段こうパフォーマンスする側ですけど、うん、その時の撮影もやっぱ熱気がすごくて、うん、やっぱこう演者の熱気と客席の熱気が同じ空間同じ時間でマッチしてさらに高揚するっていうのがやっぱショーなんじゃないかなと思います。いや素晴らしいですね、いい話、監督いかがですか、うん、いやでもね、あそこの本当にあそこの角で立ってもらって、うん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 、まあ2ビートの漫才を見ながら、まあ、ほろっと泣くっていうシーンだったけど、うんうんうん、まあちょっとびっくりするぐらいいい表情で、はい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 、あれ一発で OK だす、うん、ちょっと時間かかるかなと思ってたんですけど、うんうんうん、すぐやってくださって、僕はだから迷ったのは、うん、実際に柳楽さんと土屋くんにここで2ビートの漫才をやってもらうかどうかだったんですよ、うんうん、要は感動するシーンなんだけど、うん、なんだろうね、実際に漫才やられちゃうと内容が、うん、内容だから、そっか、なんかばあさんが見栄を買ってタンポンとかね、うん、そんなやつ見ながら泣けるのかな、そう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 、ネタの内容はね、そう、ちょっとそういう内容が多いから、状況はともかく言葉として、まあ、確かに確かに、だからどうしますかってご相談したら、うん、いや実際にやってもらった方がやりやすいです、うん、っていうことで実際2人が漫才してる、あでも全然そういう風に感じなかったですけどね、もう本当に全然、あ感動しました、ね、そうだからすごいなと思って、なんか、うんうんうん、女優さんってすごいんだなって思いました、いやすごかったですね、やっぱあのシーンもね、このショーっていうポイントでも映画ちょっと注目していただきたいですよね、うん、歌踊り、歌も結構どうだったんですか、大変でしたか、門脇さん、そうですね、うん、何度か練習して、うんうんうん、で監督もその練習見に来てくださったりとかして、うんうんうん、本当に表情が出づらい方で
監督の一人監督でしょ、はい、監督が何考えてるかちょっとあんまから大丈夫かなってずっと不安でした。それもう逆言っちゃったんですか、どういうことですか。逆言っちゃった逆言っちゃったわけじゃないですよね。あれ逆だったかな、確か例の逆だったかもしれない。逆の言い訳いいでしょ。いやすごい、でも歌はもうだから努力家なんですよ門脇さんって。だからずっとレッスンしてて僕は見に行って、うん、あもうこれ本番でいいねっていう風に言ったんですけど、うん、あちょっとごめんなさい、ちょっともう一日別でやらせてもらっていいですか、っていうぐらいすごいずっとやってらっしゃいましたね。そうでしたか。そんな風に思ってくださってるって本当思わないぐらいずっとこうやってずっとそうだよね、うん、みんな不安になるんですよ、はい、来ると。大泉さんだけですもんね話すのね、うん、この中で、ね、だから大泉さんのシーンですごい監督が楽しそうにしてらっしゃって、うん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 、初めて監督の笑顔を見たかもしれない。いやいやすごい嬉しそうでちょっと本当何怖すぎますって。なんかいや本当にみんな俺大泉さんの前だけ素直になれる。でも今日ちょっとねここで打ち解けていただきたい。そうそう、でもそういうね緊張感も、うん、すごい陰では褒めてますから、僕からね言われました今回。だからもうちょっと褒めろって結構だから柳楽さんがすごいなんかあんま褒めていただけなかったみたいなこと聞きましたけどね。そうですね、うん、もう本当だから称号もう本当、うん、いや未だにあんま褒めてそんなことないでしょ。まだちょっとやっぱり怖いというか撮影中、まあ撮影中本当にやっぱり大泉さんといるときは本当楽しそうですから余計俺といるときつまんない余計なことなんですけどね、今日プロモーションですからね、忘れない人見知りですね。あんまネガティブなことやめてください。あれだけすごいヤギラのお芝居があるのに、はい、特になんかこうすごいとかっていう、ね、なんかヤギラ君はだからもう初号を見るまでものすごい不安だったらしいです、うんうん、そうだってね、なんかいろんな取材をヤギラさん答えたやつを読むと、うんうん、本当にあの作品を初めて試写で見て、はい、すごい監督のこと好きになりました。作品を見てすごい監督のこと好きになりましたって言うから、うん、作品見るまではこれ嫌いだったな。撮影中はもう俺の顔見たら本当次やったらあいつ殺してやるって言ってました。ちょっとね絶対殺してやるって言ってました。今日この場でもねすみません申し訳ない、はい、本当にいい雰囲気で素晴らしかったんです。皆さんが素晴らしいってこと、ね、僕はちょっと口下手だったから、ね、やっぱり監督としての、ね、はい、腕がまたすごいってことですよ、はい、俺はね、ありがとうございます。さあさあさあ、うん、さあそれでは続いてのお題に参りましょう、はい、芸事。あ、芸事ですね。これはやっぱり、はい、まあ、漫才をやったやっぱり相方の土屋さんにお聞きしたいんですけどね、はい、ありがとうございます、はい、これはどう芸事。そうですね、うん、いや この作品の中で芸事に関してやっぱ一番こうセリフ多いのは大泉さんだと思うんですよ。深見師匠がやっぱ芸の話をされるシーンがあって、うんうん、でもあれが本当に、うん、僕らが接してきてる、うん、師匠の世代の人たちが言うなんか芸の話、あ、分かる分かる、にすごいなんか通じてるんですよね。なんか言い方とかボソボソ喋ってる漫才なんか芸じゃないよって怒られます。漫才なんか芸じゃないよっていうシーンも、うん、本当になんか稽古師匠がなんかよく言うんですよ。ま、稽古師匠漫才師だから漫才は芸じゃないよとは言わないですけど、こうなんか僕らみたいなただ突っ立って喋ってるだけのしゃべくり漫才はそんな芸ないじゃないかみたいな、あんな何が面白いんだよ、うん、でもやっぱ芸人っつうのは芸をやるんだよって言って師匠は三味線とか、そうそうそう、踊りやったりとかしてたんですよ。やっぱそれが芸だよって言ってたんで、うん、なんかそういうなんか本当内海桂子を僕は大泉さんの演技でちょっとなんか思い出した。なるほどね、うん、そういう本当芸にうるさいあの世代の師匠たちがもう本当そういう感じでしたね。確かにな、師匠聞いてますか。なんで下にいるんだよ。下なんですか今ね。上だよこれが今師匠下行っちゃダメなんで。そっちはどうですか。地獄に落ちたみたいに言うなお前。頭おかしいのか。でも本当に本当に僕らもだからあの映画本当にね、うん、昔のこのね浅草のなんか感じのがよく出てるなというか、ね、でもその師匠が稽古師匠が、うん、うちらに何でもいいから一個覚えろって言って芸を南京玉覚えたのが南京玉筋なんですけど今全く役に立ってないです。いやたまにやりますよ。見たことあります。1年に1回ぐらいね。本当タップ羨ましいなって思いましたね。タップが良かったなって思いました。タップすごいですよ。タップやってたらなんかかっこよかったですね。確かに確かに、たけしさんがずっとやる理由が分かりますよね。タップを今もねずっとやってるっていうのがね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあそれでは続いてのお題がこちらです。夢ということで、はい、本作を通して改めて思う夢の存在、そしてこれからの夢についてお聞かせいただきたいです。これはやっぱり
深見師匠や弟子の夢をこう応援し続けたね、鈴木保奈美さんがいいんじゃないかと思いますんで、お願いします。お願いします、はい、深見さんのアパートのシーンを撮影した、場所が実は私小さい頃に住んでいたところに割と近かったんです。そうですか、そうなんだ、まあ、一駅二駅みたいな感じで、あの近くのお大師様とか、うん、はあ、あの初詣に行ってたんです。でうわ懐かしいなと思って行って、あの休憩時間に商店街を歩いてたら、はい、私が通っていた幼稚園の幼稚園バスが通って、奇跡みたい。そうですか、はい、双葉幼稚園、はい、あまだあるんだと思って、あの私があのバスに乗っていた頃は、うんうんうん、まさか自分が大人になってここに映画を撮影に来るとは夢にも思っていなかったなと思いまして、とっても不思議な気持ちになりましたし、なんだかこう呼ばれてきたようないろんな運命が引き合って、あの呼ばれてきたような気がしましたし、あだから今この幼稚園バスに乗ってる子どもたちも将来何が起こるかわからないから、まあ、いくらでも夢は持ってほしいなと思いました、うんうん、いやすごいですね。大入り大入り、ね、もう本当にでもなんだろう、やっぱ支える役というかね、なんか漫才協会の師匠とかもね、うん、本当にあれ奥様がみんな支えてる人が多いんです。そうなんですね。そうそうそうなんですよ。あの深見さん、はい、割と外ではえばってるし、はい、つけてるし、うんうんうん、あの割とピシッと鎧をまとっているというか、うんはい、でマリさんと2人のシーンだけこう、うん、にゃーって緩むんですよね。マリさんにはこう甘えるっていうね、はい、うん、なのでとっても好きなシーンです。あ、そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、うん、さあそれでは続いてのお題はこちらです。ビートたけし、はい、ということでもうこちらはこれはもうやはり監督にお伺いしたいと思いますけど、はいはい、お願いします。はい、ちょうどすぐ近くの話だから、うん、捕鯨船、まあ、クジラ屋、うん、クジラ屋、クジラ屋に、うん、だからもう十数年前かな、みんなで太田プロの芸人同士で浅草で飲んでて、うん、終わりで、あそうだクジラ屋行こうよなんて言って、って酔っ払って行ったら、うん、もう店が閉まってたんですけど、はいはいはい、シャッターがちょっとだけ開いてたんで、僕が頭こう入れて、あすいませんもう閉まっちゃいましたかねっつったら、おかみさんがいらして、うんうん、いや閉まってるけどあれなんかあんたどっかで見た顔だね、芸人だろっつって、うん、あそうです、あじゃあ入んなっつって、シャッター開けてくれて、うん、でみんなで飲んでて、たけしさんって当時どこ座ってたんですか、うんうんうん、とかって言いながらみんなでワイワイやって、でじゃあもうそろそろ失礼しますって無理やり開けちゃってすいませんでしたっつって、うん、お金を払おうとしたら、あお代いらないって言うから、いやいやそんな無理して開けてもらったんだからお代ぐらい払わせてくださいって言ったら、お代はもうたけちゃんからもらってるよって、はぁ、と思ったら、うん、要はたけしさんはクジラ屋に行くたんびに若いやつが来たらこれで飲ましてよって言って、はい、お金を置いていくんですよね。です間接的にごちそうさまですみたいになって、でその時にあとその捕鯨船ってのはまあご存知、はい、さ芸人のサインがブワーッと、ね、ありますもんね、そこもう、うん、線近くあるんじゃないですか下手したら、はい、ですいません僕らもちょっとサイン書きたいんですけどって言ったら、おかみさんがごめん今日亭主がいないから旦那がいないときに勝手に書かせちゃダメなんだ、うん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 、だからごめんねって言って、うんうん、あじゃあ分かりました今度じゃあまたその旦那さんいるときに、うん、来ますねなんて言って、うん、1ヶ月後ぐらいに知り合いから連絡が来て、お前早く捕鯨船行った方がいいよって言って、うん、なんでかっていうと、要はその大将が僕がサインを書きたかったってのを後からおかみさんから聞いて、あいつがそんなこと言ってるらしいからよって言って壁に白い紙が貼ってあって、劇団ひとり様予約済みって、うわでそれを後日行って書かせてもらった、うん、はあそここに書けよっていうとこを、そう、うわかっこいいのそういうね、河野さんね、大将全然大入り押さないな大入り忘れちゃう忘れちゃうんですよこれ、ね、聞き入っちゃいますね、一番いいところ聞いちゃうんですよ
だからそういうのがなんかまあ深見師匠とか武さんとかっていうそういうなんか美学というかそういう感じだから本当にここのねあの浅草で大宮伝助の弟子であのやってたご主人で武さんもちょっとお世話になった先輩 でそこに恩義を感じて1年に1回必ず捕鯨船に行ってご飯食べてそこでまたお金をね預けるっていうところ で若手が来たらいつでもそのお金使ってくれっていうのでねそう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 すごい今回だからあのおなみさんとかも出てくれた捕鯨船のシーンあったじゃん、はいはい、あそこでこう実際に捕鯨船の煮込みを使わせてもらったんだああそうですかそうそれを実際のお店で借りて、はいはいはい、借りてってかあのだからスタッフが買いに行ったんですよああ煮込みをしたら劇団一人から金取れねえよっつってただではあ、多いこれなんかねかっこいいねいちいちねえかっこいいですね人情ですね、うん、続きおなみさん、ね、私食べられなかったですああマリさん食べないでっていうあそういう指示があった飲んでばっかりっていうのそういうキャラクターあ、はい、それだって監督がそういう指示したんです、ね、あのみんな食べなって食べてって、うん、あ食べとけばよかった、うん、そこはでもちょっとぐらい食べさせてもよかったんじゃないですか、うん、監督、うんあれ本当に美味しかったですよいいな食べた方がよかったなんでじらすんですか食べさせてあげてくださいよ食べなかったですよねいやあでもそっかマリーさんは確かそうだねあの、はい、飲み専門 で確かそういう風に言わせてもらいましたそういう設定をね、はい、ということなんですね、あのはい、とっても素敵ですからね、うん、そう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 ありがとうございましたありがとうございました、はい、ここまでお題トーク、はい、ありがとうございましたでここからはちょっと趣向を変えまして本作の関係者の方々から、はい、皆さんへいくつか質問をお預かりしておりますの です、ね、順番にお答えいただきたいと思います、はいまずはね、はい飲み屋で喧嘩をしたあのおじさんの人からですか？あ、違います。来てないですね。いやいや、ごめんなさい。そんな微妙なところから来たの？そこ気になったのね。来てなかったですね。ごめんなさい。ちょっと違います。この人じゃないですよね。はい、ごめんなさい。まず、カメオ出演された、はい、クリーピーナッツさんから、劇団ひとり監督、はい、質問が来てます。どうしてクリーピーナッツをキャスティングしていただけたのでしょうかという。あ、そ、はい、っか。あれはだから、まあ、町工場の2人組だったんで最初2人組だから芸人がいいかなと思ってずっと考えてたんだけど、はい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 、いまいちしっくりこない時に、DJ 松永さんとレギュラーをやってて、ほうほうほうそれで、まあ、それいろんな一般の人と絡むんですけど、うんうん、DJ 松永さんって結構デリカシーないじゃないですか。ずけずけ言う、まあ、俺は結構わかりますそういう の、 あの収録一緒になったことあるんでそう、うん、だから、うん、あなんかこの感じ、うん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 、あの工場の雰囲気合いそうだななるほど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 でよく聞いたら、うん、R指定さんはドラマとかも出てるっていうから、うん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 、あじゃあお願いしますってことでああそういうちゃんと合ってるからってことなんですねそういうことです雰囲気にね、ああなるほどなるほど、うん、監督のこのお仕事の中から選ばれたっていう、うんうん、そう、うん、でもなんかすごく松永さんのは初めてだったらしいけど自然にやってくれて、うんうん、ただやめろって言ってんのに、うん、その時代に合わない言葉をすごい、うん、いやマジで超みたいなすごい言うからすいませんこの時代にまだないんでその言葉っそっかそっか、うん、あそこでも大泉さんが一緒にね共演されたシーンでしたけど、うんはい、クリーピーナッツさんと初めてですか、はい、共演あ そうですね初めてでしたはいどうでしたかクリーピーナッツいやでも確かにおっしゃる通りでやっぱ緊張なさってましたね、うん、ああやっぱあの演技の場はね多分あんまり経験がないのでしょうからでも本当に監督のように現代の言葉を使っちゃってなんか苦労なさってましたねだって結構アドリブっぽかったですもんねそうあんまり台本上には一言二言しか書いてなかったんであとはまあ雰囲気で現場でやってもらったんでここはそう任せてだっていう演出だったんですね、はいうん、でもなんかすごくいい感じになったと思うすごく緊張して頑張ってらっしゃるんだなと思いましたけどその緊張をほぐすでもなく嫌な感じの監督でしたその時もうピリッとした今日プロモーションですからお願いしますもうちょっとなんかほぐしてあげればいいのになって感じなんで他のプロモーションうまくいかない感じでもいや現代語使われると困るっすよみたいなあこれはまたこれはちょっと緊張するだろうなやっぱちょっと追い込んじゃったんだ感じになっちゃってね、なあお前よお俺のことお前っていうのはなあ俺のことプロモーションなんだからよもっと乗せろや腰もっと上なんだ俺はありがとうございます。漫才やめてくださいこれ。大体こういう時ってほらお互いを乗せるやつじゃん。映画のプロモーションとか全然乗せない誰も俺を。大泉さん以外大泉さんが誰もフォローしないんだもん。ありがとうございます。花輪さん続いての質問お願いします。はい、続いてはですねタップダンス指導の秀坊さんから。大泉さんと柳楽さんへ大変なタップダンスのお稽古であったかと思いますがお疲れ様でございました素朴な質問ですが
タップダンスをまたこれからも続けようという気持ちはございますか？大変すぎて嫌いになっちゃったなんてことはないですよね、ということでございますね。はい、ヤギラさんからお願いします。だけど今の現場とか違う現場でも結構こうやっちゃいますね。はい、あら、やっぱりあれやるとあったかくなる、そうそう、っていう風に寒い時にやるとあったかくなる。本当なんですよ。はい、サクサキッドの現場でもずっと、うん、ずっと踏んでましたね。一緒に踏んだりして、うんうん、後半寒かったからね。そうそう。でもどうですか、やっぱりもう難しかったですか、タップダンスって。難しかったですよ。難しいです、タップダンスは本当に。うん、あ、そうです。なんかそれぞれの難しさがあって、ヤギラ君はね、単純に2分半ぐらいのものすごい長い、そうですよね、タップやんなきゃいけなかったし、ね、うん、僕はなんかその、はい、その師匠のこうこなれた感じ、はい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 、上手な人がやってますっていう感じを出さなきゃいけなかったから、もうお互い難しかったですよ。あの足だけにこう集中してればいいんですか、ああいうのっていうのは。ちょっと分かんないんですけど、やったことないんですけど、ずいぶん簡単な言い方しますね。ここだけ足だけやってりゃいいんでしょみたいな言い方します。そんなわけないじゃないですか。そんなわけないんですか。あれやっぱり上半身がまた難しいよね。そうですね。それこそなんかこなれた感じにするには、なんかこう手とかがどうしても固まっちゃうんですよ、僕らなんて。はいはいはい、はい、それをなんとなくこう動かすのが難しいんですよね。だからなんか監督もちょっと通われたってなんか聞きましたよ。そう、あの脚本書く上で、ある程度自分もやっとこうと思ってスクールしばらく通ってましたよ。だやんないとほら、なんだ、例えば YouTube とかのすごいタップ見て、これやってくださいって平気で言えちゃうでしょ。どれぐらい難しいか分かんないから、だからまあその LINE を知っとくために何回か通ってやりました。でもどうできるようになったんです？全然できない。難しい。やっぱ難しい、だからまあ一生懸命練習してもらって、まあここぐらいかなっていうところをひでぼうさんと話し合って。なるほど、じゃあもうでも全然俺たちのできないこと平気で言ってたよな。これもっと難しくならないですかね。あれ話違いますね。急に変わったりとか要望してるしてました、はい、もっと頑張れよ。いや めちゃくちゃ頑張ってましたよ。ヤギラ言ってましたあれ、もうすごい練習してきて、はい、もういやもうすぐ本番だと、これもうちょっと難しいステップできませんかとかって言うんすよね。変えたり 急に変えたりとか普通に、俺が散々練習してきて、あと2週間後に本番だっていうのに、突然その日に今日このシーン撮ろうかと思ってるんですよねとか、できるわけねえだろバカ野郎っつって。あ、バカ野郎出た、出ました、おいバカ野郎出た、しますか、出たバカ野郎、簡単に言うんですよ、できないですか、え、ダメですかとかって言うんですよ。だから一体何を勉強してきてそんなこと言うんだろうと思って、こんな簡単にできるわけないでしょって言ったから分かるはずなんですけどね。言ったら分かるはずなんだけど、何も学んでないんだこの人。でも十分、本作はもうすごいもう完璧ですよね。完璧になってる、完璧ですよね。すごかった、すごい愚痴っぽいんだよね。誰がですか、大泉さんは。で、柳楽さんとかね、門脇さんってね、本当に努力を見せない、はい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 、はい、影でこっそりやってんってね、大泉さんはね、自分が練習してることすごい分かってほしいから、なんかね撮影現場とかで休みの日とかも来るんですよ、はい、あの横に撮影でこう練習する場所があって、大泉さん、おはようございますって言って、で俺、あれ今日どうしたんですかって言ったら、今日ちょっと練習です。あ、そうですかって言って、また別のスタッフのとこ行って、おはようございます、今日練習です。全員のとこに行って練習してるアピール。多いじゃないですか別に。君今日言っとくけど、なんかあの腹話術の人形みたいだからね。どういうことですか。どういうことですか。誰なんですか。あの声が遅れるやつ。人形じゃない方だから。声遅れるやつやろうとしたけどできなかった。ちょっと最後まで仲間まみ、ね、いやいや、ね、座り方がこうやってもう足伸ばしてこんな可愛くやってると、ね、人形にしか見えないんですよ。いいです、黙らせてくださいよあの人。いやいや、もうここで漫才やってくださいよ、面白いから。全然褒めないんだよな。2人が面白いですからね、呼吸が合ってますよ。僕さあ、ほなみさんとか門脇さんの話聞きたいんですよ。ないんですもん、質問がもう。なんでないんだよ。まさかのこの後土屋に関する質問ですけど、もう飛ばせますよ。もういいよ土屋君の質問は。まさかのおかしいだろうな。ちょっとほなみさん、こんな雰囲気ですけれどもいかがですか。いかがですかね。え、すごい無茶ぶりです。いや、そうですよ。失礼ですよ、それはね。いやいや、すみません。でもあのこうやって揃うのはなかなかない。ないんですもんね。ないですね。ないです、ないです。一回だけ結構みんな集まった上田で、ラストシーンの撮影ですかね。師匠がいらっしゃらなかった。師匠はそうなんですよ。だから本当に一度会するってのはほぼほぼない。あれ、俺いなかったでしたっけ？あれ、いた？ごめん。え、あのラストシーンじゃなくて？ラストシーン、大泉さんいたっけな。なんかよく覚えてない。ラストシーンだとしたらバリバリいましたよ。いました。あれでしょ、最後
あれでしょ、たけしさんが、現代のたけしさんが来てフランスで歩くとこでしょ、うん、いや、いました、いました、いましたよね、がっちりいましたよ、いたっけ、いました、だってば、覚えてないんですよ。あら、最後の最後でものすごい溝できましたね、今。あれ、ほなみさん、いましたよ、僕。でほなみさんとは喋ってないけど、ほなみさんのマネージャーと僕ずっと喋ってましたから。ああじゃあ絶対いるじゃないですか。そうですね、一緒の場がなかったんですね。一緒の場は確かになかったかもしれないですね。まあまあ、でもほなみさんね、大泉さんはね、はい、あのいろんな人と気さくに喋れるけど、ほなみさんは緊張して喋れないって言ってましたよ。そうなんです。そういや、それはもうだってね、我々からしたらもうやっぱりね、うん、僕たちはやっぱりその、はい、本当に高校時代とか、僕も世代なものですからね、そういうのやめてください。そうですか、ごめんなさいね、年を言うとあれですけど、はい、ですか、やっぱりちょっとどうしてもやっぱりこう、うん、なんかちょっといまいちこうまだこうしどろもでも監督はそれでも結構厳しくいろいろ言われたりのね、穂波さんに対してもされたんで、そんな厳しくは言ってないですよ。うーんって分かんなかったです。あ、分かんなかった、やっぱり、はい、何考えてるの。褒めてくれなかったです。褒めてくれなかった、みんなが褒めてくれなかったっていう、そういうもんですもんね。そういう、逆にみんな褒めるんですか、他の監督ってのは。そんなにいちいち、うん、だっていちいち一回褒めたらね、次も褒めないと、うん、あれ今回ダメだったんだ。ああ、なるほど。ちょっとね、まあ、一回一回ワンカットワンカットね、うん、そのなんかスチールカメラの時いいねいいねとは言わないですけど、うん、なんかこうスッとねやってきて、うん、いやこの間のあれよかったなとか、うん、なんかそういうコミュニケーションあるじゃないですか、うんうん、それ言ったらみんなだって俺のこと一回も褒めてないぞ。いい演出でしたねって。確かにね、そう、一番孤独ですからね、監督は。褒められたかった、褒められたいんだったらまず褒めてからです。そうですね、でもそしたら俺だって褒め返すんだから。監督の素晴らしさ、この映画ですごかったです、本当に素晴らしい映画です。いやいや、花尾さすがだよ、本当に、はい。褒め合ってる。褒められたら褒め返すんだ。映画をご覧いただければ。俺たちが褒めなかったから褒めてくれなかったんだ。映画をご覧いただいて、まあね、ここ見ていただければと思いますんでね、はい、ありがとうございました。分かると思います、はい、ありがとうございました、うん、もうあっという間にここでお別れの時間もうあっという間にお別れですか、なってしまいました。そうですか、はい、皆様再びお立ちいただきまして。あ、そうなんですね、はい、はい、最後にキャストを代表して柳楽さん、大泉さん、そして劇団ひとり監督から本作を楽しみにしているファンの皆様に一言ずつメッセージをお願いいたします。お願いします。まずは柳楽さん、お願いします。そうですね、本当にもうエンターテイメントとしてもこうヒューマンとしての心理描写も丁寧に描かれているし、もう見どころ満載ですので、純粋に楽しんでいただけたら嬉しいです。ぜひご覧ください。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて大泉さん、お願いいたします。はい、まあ、本当に、まあ、このようなやり取りをずっと監督としているものですから、もう本当にこの人を褒めるのは悔しくて仕方ないんですけども、うん、まあ、劇団ひとりの才能がもう溢れ倒している、作品だと思います、まあ、今日多分このステージに立っている我々役者陣はもう本当に胸を張って、こんな素晴らしい作品はないと思える作品だと思います。劇団ひとりはダメな男ですけど、この作品は素晴らしいと思います。劇団ひとりを嫌っても浅草キッドは嫌わないでください。よろしくお願いします。名言いただきました。大入りでございます。大入りでございます。ありがとうございま す。さあ、これを今のでも締めてもいいんじゃないかと思いましたけども。そうですね、はい、さらにこれを受けまして、最後に劇団ひとり監督、お願いいたします。はい、まあ、でも本当に今大泉さんがおっしゃった通り、僕はすごい男なんですよね。でやめろって。やめな、褒めたって今言ってくれないじゃないですか。毎回そうなっちゃうけど、やめなって。いいこと何にもないから。本当にでも僕はこれ中学生ぐらいの時に読んでですね、もうバイブルとしてもう何十年も頭の中で想像していたんですが、それがやっとこう映像化しましたし、自分が頭の中で想像していた浅草キッドの世界観よりもより素敵でキラキラした作品になったの、本当に今回もう演者さんに恵まれたんですよね。もう本当みんなが素晴らしくって、うん、理想の浅草キッドが出来上がったなと思います。ぜひご覧ください。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、改めまして、はい、はい、ネットフリックス映画浅草キッドはあさって12月9日木曜日より全世界独占配信となります。ぜひご覧ください。それでは本作の主題歌であります桑田佳祐さんのソウルコブラツイスト、魂の悶絶を聞いてお別れしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。